なんで言ったモゴモゴモゴっつったよ今。うん。ん？モゴ。大きいね。あ、見たらっけ。おめき準備るのあれ何個？ニンニク臭い。あ、ニンニク臭い？うん。昨日あれ食べれば。なんだっけ。うん、レイブも食べない？あ、レイブです。ありがとうございます。うちに子供いるから抜いてあげるよ。これでいいの？あといいの？めっちゃ美味しい。母さんさ、カキ食べたってさ、二つも食べたじゃ、何もこれしびれねえの。一日一つ喋ったらいいの？便利して。うん、一日一つだ。もっと柔らかになればいいんだ。二つ食べだけどしたの。便秘したってさ。なるほど。リンゴは良くなるのね。ガラサよろしくな。大体ガラサな。うん。うん、まだ来いって。うん、わかった。暑い時。暑い時な。こう寒くて雨降りばっかじゃねえ時な。うん。秋だば雨降り多くて。うん。はい、どうもお疲れ様です。今ね、こう仙台に着いたんですけども、ちょっとね、見ての通り真っ黒クロスケなんで、ちょっと動画的に何も映んなくなっちゃう、外だと。だから明日の昼ぐらいに改めてマチコドンの誕生日プレゼント買いに行きたいと思います。じゃあ今日はね、ちょっと戻ります。ありがとうございました。はい、じゃあ仙台駅やってきました。はい、じゃあ仙台駅やってきました。こんな感じですね。なんで仙台に来たかっていうと、今からスカルベンおばあちゃんのマチコに財布欲しがってたんで、アクセサリーはいっぱいある。財布と、うん、財布が欲しがったの。あの、ボロボロになってきたっけ。あ、でもさ、うんうん、あんまり安いのも買いたりねさ、だんだん相手我慢するかなと思って。好きなブランドとかねえの？ない。あんまりブランド、ブランドしちゃうのは嫌だって。今ブランド、うん、昔はブランドののもったばって、今あまりそうブランド、ブランドですね、でねえわ。ただ使いやすい、なんていうの、うん、小銭も入る財布ってさ、人前で財布って見たら出すじゃん、うん、なんであんまり悪いのも打つもんでないって。財布を見ればその人の生活が分かるんだってよ。ちょっと財布買ってあげたいと思います。仙台まで来ないとね、ないんで、高い買い物になると思うんで、ちょっとね、実物見て決めたいなと思って、じゃあ行ってきます。はい、じゃあここでね、津軽弁おばあちゃんの誕生日プレゼント買ってきたいと思うんですけども、大丈夫なの？
狙ってるやつがあるところじゃないと意味ないから、あっちか、本店、本館の方か、ちょっと本館の方行ってみたいと思います。はい、ということでいろいろお土産買ったんですけど、まあ、おばあちゃんへの誕生日はちょっとお楽しみということで、ロイヤルテラスっていうのはなんかこの宮城出身の友達に聞いて、美味しいなんかシュークリームみたいな、シュークリームじゃないんだけどなんかパイみたいな感じらしいです。中にクリームとか、クリームとマロン2種類買いました。ここはねエビセンですね、これも美味しいって言ってました。じゃあちょっとお土産持って帰っていきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。それまでお願いいたします。階段も一応いただきました。じゃあ今ラーメン食ってきましたけど、これでちょっと仙台、帰りたいと思います。おばあちゃんのお土産も、一番の目的のおばあちゃんのお土産も買いましたし、じゃあ仙台バイバイ。曲がりくねった道の先に待っている、いくつもの小さな光、ただ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じて行こう。はい、誕生日プレゼントです。ありがとうございます。何でしょう。さんも誕生日